栗屋川城は、現在の岩手県森岡市安倍立町にあたる、道の区国岩手郡栗屋川村あざにあった、日本の城である。別名、栗屋川城。遺跡名では、安倍館遺跡と呼ばれる。平泉滅亡から、森岡海府までのおよそ400年間、森岡地域の行政拠点となった城間である。栗屋川城の前身は、鎌倉幕府の御家人。 欧州工藤氏の館、栗屋川館である。工藤幸光は、1189年の欧州合戦の際に、源の頼朝に従い、岩手軍の33郷を与えられたとされるが、その領地は後世に、岩手軍、栗屋川周辺のみとなり、工藤氏の一派は、栗屋川氏を名乗った。現在、登場席に否定されている安倍館遺跡は、北東側が、 北上川に面した、切り立った崖となっており、自然の外堀としている。現在も、王子の狂わ平坦面と、それらを隔てる掘り切り跡が残されている。森岡市と栗屋川村との合併まで、この地は、岩手郡栗屋川村阿ざかと呼ばれていたが、後に、森岡市、安倍立町となった。これは、現在の安倍館遺跡が、 平安時代中期の11世紀半ばに起きた全9年の役で、源頼地下の軍に攻められ滅亡した豪族、安倍氏の館跡だと言い伝えられてきたためである。安倍館と呼ばれる場所は、岩手県内各所に存在するが、安倍館遺跡では、安倍氏時代にあたる11世紀代の遺構は、発見されておらず、この地が安倍氏の館であったという確証を得るには至っていない。 道地内には、安倍屋方跡と刻まれた石碑があり、栗屋川柵の一部、または、安倍氏の上作、大名戸柵であるという見方もあるが、現在のところ伝承に基づく、議定に止まっている。これまでの発掘調査の成果では、安倍館遺跡は、出土遺物の様相から16世紀代に造営された、城郭であり、安倍氏ではなく、工藤氏が築城した栗屋川城であると目されている。 また、クリア川城追記以前からの工藤市の館、クリア川館については、出土遺物の様相から、安倍館遺跡の南西に位置する、里館遺跡である、可能性が高まっている。また、安倍氏時代のクリア川作、大名都作所在地に関しては、森岡市教育委員会による、クリア川地域における2018年までの、発掘調査成果では、 同志西青山三丁目の境橋、遺跡、大館町、稲荷町にまたがる稲荷町遺跡や大新町遺跡、大館町遺跡、小屋塚遺跡、前9年に一丁目の宿殿遺跡、上道四丁目の上道頭遺跡などから、安倍氏時代にあたる10世紀末マイナス11世紀、中頃の弾きなどの遺物や、縦穴住居、掘立て柱建物などの遺構が検出されている。 また西青山一丁目の赤掘遺跡では、同時期の単野遺構や弾き生産遺構などが見つかっていることから、森岡市教育委員会は、上記書遺跡の分布範囲内に、クリア側作、オーナート作が存在したことは、ほぼ確実であろうとしている。ありがとうございます。